ビッグマン。今朝のビッグマンは極真空手の大山増達さんです。大山さんは戦後初の武道大会で空手部門で優勝なさいまして、その後アメリカに渡ってプロレスラーですとかボクサーを相手に戦いまして、なんと270連勝という記録を打ち立てましてね、空手を世界に広め、そして世界一強い男として評判を浴びたわけなんですね。で現在は国際空手道連盟極真会館の館長として、なんと全世界に1000万人のお弟子さんを持ってらっしゃると。すごいもんですね。そんな大山さんの一日を取材してまいりました。このサラダの中にも7つの野菜が入らないとご機嫌が悪い。インターナショナルだからね、大事が多いです。女の方も随分いますね。女の人も多いです。暖かくなったり冷たくなったり、不純だから風邪なんかひかないように注意してください。特に寮生は。またね。はい。組織においても社会においても範となるような、そういう男に、そしてもちろん家庭においても、立派な家庭においてもね、いい父親になり、いい亭主になることが一番大事。そういう人が高校の憂いなしないように、まだ社会に出てね、奉仕ができるんだから。Yeah.
売繁盛でも儲からない商売だから困るね。どなたですか？レガの。え、あのそれであのセールス班にお渡ししました。サインしなくていいの？商談上ですから。商談上、ええ攻めの戦闘の時には言えない質問申し上げてください。